こんばんは <laughs> かぼちゃえちょっとね頑張ったよ <laughs> こんばんはこんばんは皆さんかぼちゃでまだ隠してるんですけど今日はハロウィンですね いや結構ね頑張りました見たいうん、ま、テロップで若干は何着てるか分かると思うんですけどちょっと頑張りましたうん じゃあ、カウントダウン。せーの、五。四。三。二。一。どう。じゃん。うんうん。ちょっとハロウィンっぽくない。 どうですかちょっとこんなメイク自分で初めてちょっと見よう見まねでやってみたんですけどどう口すごくないほらそうちょっとまあプロの人とかに比べたらまああれなんですけどメイクもあの赤を使ってみました。 <laughs> どうですかそう縫ったの縫ったのなんかさ首もねなんか書こうと思ったんですけどちょっと分かんなくてとりあえず何もやってないんですけどどうですか後ろもほら光ってますよ カラーコンもねなんかすごい黒っぽいやつやってみたうん良いよかった良いですかこれはちょっとリップでやってみたなんか急にハートでちょっと可愛くなっちゃったんですけどリップでやってみたあとはなんかよくわかんないけどバツ書いてみた「ハッピーハロウィン!」 うん一応メイドですこれあれだよ生写真できたやつあ香本校は何時からだっけ予約してないかもあっ <laughs> 雲あるよみんな大好きな雲あるよ <laughs> なんかねうるさいかなと思ってつけてないんだけどいるかな9時あだじゃあ終わったそう9時からね あのドラさんのコラボ配信が誰だけの岡田と茶家のコラボ配信があるからそれまでには終わるんですけど終わった瞬間じゃあ予約しようハッピーハロウィン特に何やるとか決めてないんですけどちょっと普通にメイク頑張ってみたでメイク道具ここにあるからなんかね付け出そうと思えば付け出せるけどもういいそう 結構なんか可愛いっていうか、ね、結構ガチガチな感じにしてみましたで生写真で着てた時はあのエプロンみたいな白のやつも着てたんだけどちょっとなんか怖い系で行こうと思ったんで黒黒のだけにしました着たの後ろのかぼちゃじわるこれ好きなの2年前ぐらいからずっと ハロウィンの時ずっとこれ使ってる <laughs> うんなんかやろうかなこれ以上何をやればいいんだろう手とかなんか書くピッみたいな <laughs> このままでいいそうなんかこの辺になんかねあざみたいなのやろうと思ったんだけどそう分かんなくて <laughs> ちょっとやめたうん メイク時間はねあでもいつもとそんな変わらんかないつもより5分ぐらい多かったぐらいメイク時間は1時間ちょっととかそんぐらい1時間うんぐらいかないやそうカラコンねなんかもっと真っ白とか真っ赤とかのがいいかなと思ったんだけどそこまでやっちゃうとねなんか何かわいいとかなくなっちゃうからちょっと。 目は普通の黒のカラコンにしましたうんあそうだそうなんかね今日限定でアバターもらえるらしい AKB のなんかハロウィン仕様のアバターがもらえるらしいです、うん、カチューシャ可愛いいよねあそうちのりね あ,ちあそう確かに血垂らしてみるリップでどうにかできるかな赤のこれこのリップでこれ描いたんですけどハートうまくないなんかほらうまくないハートああとアイラインもね今日めっちゃなんか長く描いたもらったよみんなアバターもらってってね今日限定かなえチ血垂らすどうやって垂らそうこうやってピッてできるのかな 変になりそうこれティントやからな取れないんだよそうこれめっちゃ頑張ったこれアイラインで描いたんですけどまあ近くで見るとアラーが目立つけどえ遠くで見たらちょっと結構いい感じじゃないこんばんはだってこんばんはうん「 キラキラつけたらどうやろうキラキラね今日一個もつけてないんですよね合わないかなと思ってどうだろうキラキラつけたかわいいかな一回つけてみよう目いつも通りどこにここちょっとんあついたよき ちょっとキラキラをつけようこれね最近欄がハマりにはまってるキラキラびっくりしためっちゃびっくりした今えびっくりしなかった今超びっくりしたんだけどびっくりしたもうさっき本校の話してたからもよりびっくりしたよ今 びっくりしほんとにもうやめてびっくりしたそそこっち側にねあれなんだよあっえっ取れちゃったかんでんちけてんけどそんなことあるえ待ってえ<ー笑>壊れたんだけどほらわかるかなえっ <laughs> シンプル壊れた はえ、やばっ普通に壊れたんだけどもうつかないよえー、まだ始まって10分しか経ってないの後ろのライトがなくなっちゃった最悪えしかもめっちゃ破片飛び散ってるし危ないじゃん <laughs> ええー、えやめてよーちょっとそうこのねあのいた こっち側にこの電気の重いやつがあってそのまま重いのぶら下げてたから多分重さに負けて普通に落ちちゃったえっ最悪じゃん割れたしフ <laughs> ライトに好かれてないねリングライトも2連ちゃんですぐつかなくなるしこれもすぐ壊れるし寂しくなっちゃった後ろが。 雲の出番かしら？<laughs> えー、最悪だね。まあ、いっか。別に <laughs>。寿命よ。だって。これ多分候補生か。なんかの時に配信するために買ったやつや。もう酒壊れてそう思ったら持ってる方じゃない。3年持ってるもん。100均でうん。3年持ってるからいい方。だろ よいしょはい雲ねうん携帯のさライトとかで照らしてみたらなんかちょっとそれっぽい感じ出そうじゃないあっちょっとやりすぎかどうあほら赤いの目立つでしょこうやっていったらなんかいい感じにこのライトなんかどうにか。 <laughs> どうホンテッドマジみたい確かにぽいよねちょっと明るすぎるなライトのさじ加減はできないのかうんない <laughs> 方がいい電気消す電気消してこれだけにする今ね電気ちょっとだけつけてるんだけど電気消すいいよ 電気あっ消した電気あのほらこのぐらいなかったらやばくないあでもなんかえっぽいじゃん自分の携帯の画面だけで明るくなってるえやばっあほらこうしたらさめちゃ目のキラキラわかるでしょだってこうしたらなんかちょっとよくわかんくない ちょっといいんだけどえっはっめっちゃいいあすごくなったどうちょっと遠めに置いたライト遠めにライトを置いたら何かえ怖くないっていうか普通に怖いんだけど家でやっての <laughs> ほら影ああ懐かしいなんかあ 懐かしくないこういうのやったくないこう何か犬,犬みたいなやつうんどっちがいいでもさなんかこれの方がなんかぽ,くぽいんだよねこれねライト1個もない状態普通に怖い一人でやってるの多分自分の携帯の画面の明るさだけで今明るくなってるんですけど どうどっちがいいさっきのとでも引いちゃうと本当に真っ暗になっちゃうんだけどリアルだよねめっちゃこっちにしようこっちのがちょっと気に入っちゃった <laughs> いいじゃんでもなんかメイド着てんのわからんかちょっと暗すぎて。 こんぐらい <laughs> なんかいっそうよくないはいこれでいいやもう <laughs> 確かに今見に来た人はびっくりだね黒いと口になったのひげに見るえるえやだよなんでひげなんだよ縫 <laughs> い目だよ <laughs> そ前髪パッチン今重いんだよほら今日なんかめっちゃ前髪重いちょっと明るくするねほら めっちゃ重くない,いつ別にねさらに重くしてるわけじゃないんだけど今日めっちゃなんか重い前髪怖すぎない <laughs> 怖っあっ15分経った。 真顔で言うと怖いなお化け感イメージなんだろうなんか病んでるメイド <laughs> ちょっと後で写真撮って写真撮るね配信する前に写真撮ろうと思ったんですけどちょっ思ったより時間かかっちゃって撮れなかった 怖くないえこれでささっきのさかぼちゃのライトあったらちょうどよかったのに壊れたしうんこのメイクで本ん見はやだよ自分のが怖いじゃん <laughs> これで本ん見て自分のが怖いじゃんこれなちょっとギフト読んじゃおういっぱいなんかあるからうんあついさんきょんさんかもんさんスベッターさんオーバードライブさん ぺぺさんきょんさんあーちゃんウーパールー,パーさんえっ、ー、と誰だろうあぺぺさん早速アバター今日のやつにしてるみんなゲットしてね今日あの限定のハロウィンのアバターもらえるからうんとしょうたんさん夜明けないさくせんさんかなありがとう キキラかキわラいい結んだら怖くないか下ろしてるほうがいいかうんうん送るねメールにも暗 <laughs> すぎる 今日ハロウィンっぽいこと1ミリもしてない。本当何もしてないです。今日ハロウィンっぽいことだからちょっとこの配信でハロウィンっぽいことをしようと思ってるんだけど、でも今日はあの出てなくて外に一個も。うんだからあのお菓子とか買ってなくてなんかハロウィンみたいななんかなんかねないのなんも。だから配信でだけで <laughs>。 そうだからもう今味わってますハロウィンをうん <laughs> 白さが際立つほんとにえっ怖くない今の顔なんか猫みたい <laughs> うん でもなんかね昔は小学校の頃はあの家の周りであの歩き回ってた <laughs> ハロウィン <laughs> あの普通に家で友達のみんなであの家近い子たちで蘭の,の家のところはみんなあの親が お菓子配るみたいなあれがあってなんか小学校の頃はみんなでなんかバッあのハロウィンのバッグみたいなの持ってお菓子もらいに回ってました懐かしいでも本当とにめちゃめちゃちっちゃい時しかやってなかったけどもう、うん多分幼稚園とか小学校低学年とかそんぐらいからあんまり覚えてないけどでもやってた <laughs> 覚えてないんかいお菓子お菓子くれないといたずらしちゃうぞ 会お <laughs> 今年さ渋谷どうなってんやろ気になる毎年すごいじゃん渋谷行ったことないんですけど今年どうなってるんだろう行ってんのかなみんな テレビもう見てないんだよね怖いお菓子ちょうだいうん怖いすぎるよだって もコスプレ配信あそうなのそう七本も8時からやんなお知らせ来たあお菓子くれたお菓子くれたやったんキャンディーもらっちゃったありがとう <laughs> やったん あ今日ね、見たいテレビあるんですよねまあ、夜中なんですけどうん忘れてたお菓子あげたよ <laughs> えこの間さあのおあっオケだこないだ忘れてたけどオケめっちゃ好きなのよね昔ねオケのリュック持ってたうん小学校の 小56ぐらいの時本当にこのアバターと同じようなカンオーケーのリュック持ってたなん <laughs> <laughs> コウモリとか好きなんですよねそ変わってるってよく言われるんですけど好きなんだようんあもうね今はないんだよな大阪にワンチャンあるかもしれんけど今はないのもう、うんそうリュック持ってた サンタさんんがくれたんだよなんかサンタに、あのー、コウモリのなんかネットで見たことがあって本当になんかハートのバッグにコウモリの羽がついてるリュックを背負ってる写真を見たことがあってでそれがすっごい欲しくてであのサンタにあのコウモリのリュックが欲しいって書いてたんですよねクリスマスに。で、多分 マイサンタが頑張って探したって言ってたんですけどもうそれがどうしてもなかったらしくてだからその似たようなって言われてあの羽はついてなかったんだけどそのカンオ桶の,あのリュックが来たでももう全然満足でしたねもう <laughs> うんだから普通に正午とかその時に普通にどっか友達と遊びに行く時とかカンオ桶のリュックぜよっての <laughs> いてた <laughs> うん本んね見るけどリアルタイムでは見ないかもちょっと怖いから朝見る <laughs> でも明日は公園で朝からいないんでまあ暇な朝に見ようと思います <laughs> 明るい時に見る怖いからね渋谷駅ライブ配信見たけどあそうなの 危ないよ本当にこんばんはこんばんはコウモリ触ったことあるえっなんねなんかあの大阪に住んでた時に家の近くの公園でなんか夕方ぐらいにコウモリがよく空をね飛んでる公園があったんですよであの友達とその公園にねなんかちょっと奥になんか。 あのまあ、立ち入り禁止なのか分かんないけどなんか森みたいなのがあってでそこになんかコウモリの住処みたいなのがあるってかまあ普通にそこにみんな帰っていっ,っ,ってたからコウモリがでみんなその友達でそコウモリを追いかけに何回か行ったことあるそこに <laughs> うんあとは普通にその公園にコウモリが倒れてたこととかも何回かあって <laughs> はい、どう <laughs> そうか小学校の時に図書館図書館じゃないや図書室にコウモリの本コウモリ図鑑みたいなのがあってだから図書ラムさん本読むのはちょっと苦手なんでみんな普通に小説とか読んでたんですけど図書の時間にあのランはねコウモリ図鑑読んでた <laughs>、うん、今ちょっとなんかハロウィンっぽい話じゃなかった こわまつげがうん背景毒グマですよほら少女の終わりあんけないものこっちはかぼちゃう <laughs>、うんあそうね明日ねどうだろう明日のちょっと集合時間がちょっとまだわかんないんで わかん朝配信する気がする夜はね多分二2回明日2回公演だから多分二2回は疲れてるんで夜は配信できないと思うから朝やると思いましたあ待って明日日曜じゃんうんじゃあゆっくり朝やる気がするうんさあ明日いらんね明日僕夏公演なんですけど 久しぶりの久しぶりっていうか僕夏公演ではな初めての2回公演えなんかさあのねなんか出てみてわかるんですけど僕夏公演マジできついやばいめっちゃきついそういえばめっちゃきついんですよね僕夏公演まあ、なんか修行中と比べたらそこまできつくないかもしれないけどでも結構きついのよ 2曲カットされてるのにこんなにきついまあユニットが増えてるからかもわかんないんですけどめっちゃきつくて個人的にえめっちゃしんどいんですよ僕のやつこれなんかだから2回公演できるかわからんやっぱそんなこと言って今までできな,こできなかったことないからまあできるんですけど普通に体力やっ持つかなって感じめっちゃきついんですよね僕のやつやばいえなんかな出るまでそこまできっまあ、きついけど 言うてって思ってたらえマジできついんですよねめっちゃきついやばいめっちゃしんどいのでなんか今僕夏公演ねあのディスタンスバージョンで8人なんであの曲がね2曲カットされてるんですよでなんかカットしてないバージョンは出たことないんでえこれカットしてないバージョン僕ないって思ってめっちゃしんどい だからまあ明日2回公演2回目ね夜にあ「あこいつ疲れてんな」と思われないように頑張りたいと思いますってぐらいしんどいのまあ頑張るうんウィンクの銃弾マジできついウィンクの銃弾一番しんどいウィンクの銃弾マジでしんどいんですよねしんどい激しいし歌うのが本当にしんどい <laughs> うん さっきゆずかちゃんとせなたんがイベントの2曲で筋肉痛になったでマジそれはねそれはねばあさんすぎるうんこんばんはこんばんはほんとにしんどいのやばいまあ多分だんだん慣れてきたらそこまでしんどくなくなるとは思うんですけど初日とかね2回目とかも,もう滝痩せやった滝痩せうん 汗かきすぎて衣装スカートとかあの何ていうのあのチャックのスカートとかだとその左チャックとかだと普通に左でチャック止めればいいんですけどそのチャックね後ろちょっとわかる言いたいことあの本なんか正しく正しい生き方はチャックが後ろなのよそのスカートはねでもさ後ろで自分であげるって結構むずいやん。だかから普通に左とかでチャック 上げてから後ろに回すねんけど、なんから汗かきすぎて回らんの。もう。もう汗でうくっつきすぎてしょが <laughs>、うん。そう！やばいんですよ。だから上の服とかも。あのもうベタベタ。じゃあちょっとごめんね。汚くなっちゃったけど、そ汗がすごいんからそのだから、それで3回目に僕のやつ出た時に髪の毛結ぼうと思って。 いやなんか公園であんまり髪の毛結ばない人なんですけどさすがにね汗やばすぎて結んだよねもう <laughs> うんってぐらいすごいですごい汗かく僕のやつめっちゃうんえだから本当に衣装さんに「っ <laughs> てやってもらううん いい感じメイク何回言おうねんって感じだけどいや明日も明日はね結びたくないんだよな分かんないでももう4回目やからもう着替えとかもあの最後の曲までに全部服勝たせるようになったからそう本ほんとにねめっちゃ慣れるものなのよなんか僕夏の初日 公演の時はあのもう、テンパってるからやっぱりその、衣装も初めて着るからその、すごいテンパるんですよだからその、もう公演終わった時には自分の楽屋の場所がもう衣装で山、衣装が山積みになってるんですけどそう、なんから2日目もう2日目の時点でもうね、全部勝たせたあの、最後の曲だから終わった 公演僕のやつが終わった時にはもうあの楽屋何もない自分のとこ何もない状態ってこと衣装全部買った曲出るまでに全部直せてなれるもの,なのよそうであの別に同期だけとかだったらそこまで公演中急がなくてもいいんですけど先輩いるあのこ掃除がね何衣装とか全部片付けてから掃除をするから。 トロいと先輩が掃除をしちゃうことになるんですよだからそれだけを阻止したいからすごいまたいつもね早くね着替えるんですけどうんかめっちゃ身内の話になっちゃったからごめんね分かんないよね何言ってるかごめんね <laughs> うん明日の髪型は明日行って決めます <laughs> 明日行ってみて決めますね まあでもランはねなんか自分で言うけどドラさんの中で多分ね公園の着替え結構多分一番早いと思うって自信あるパジャドラとかやってみたけど一番早い自信ある着替えに関してはマジで <laughs> うんうんっていう自信はありますよ <laughs> うんだってだって一番絶対ね たまに2番ぐらいの時あるけど大体1番目に掃除始めれるもんランうんまあね別に誰か見てるわけじゃないから別にそこを1位取ったからって何かになるわけじゃないんですけどうん誰と来そうなまあその公演出てる全員よね 同期は置いといてうん本校はね録画してないんだよだから9時から始まるらしいからあのでも9時にはショールームが終わらないとなんでもう終わったらすぐ録画するリアルタイムでは見ないかなちょっと怖いんでうん一人で見れない、うん、あちょっと話めっちゃ変わるけどさドボンさ あのー、第2回のお締めイベントありがとうございましたやってくれさった方うんあのー、見ました何順位みんなやってるうんでまあそれそれもそうでで昨日から第3回のあのー お締めイベント始まって <laughs> でなんか昨日さあのショールーム終わってからマジで10時までひたすらドボンやってたのマジでめっちゃやっててなんかねドボンね初めはなんか1位から最下位まで全部順位出るあれになってたんですけどなんかね途中から50位までしか出なくなっちゃって表示が、うん、だからさなんかさ名前さなかったらなんかさなんか 頑張る気起きな十なんか50位以下っていう,もう名前しかないから自分何位か分からなくてなんか50位以内に入りたくてもう無我夢中でやってたら、まあ、一瞬ねあの1時間ぐらいんか4なんか7位とかな,なってたんですけどえ気づいたらさラン自分のランキングでめっちゃバリ,バリバリ1位になってて恥ずかしいからちょっとみんな早く抜いてくださいラン <laughs>、うん お願いしますびっくりしたよ。あのドボン終わってあの10時までしかできないから10時で終わってああって思って自分のドボンの推しメンランキングの自分のあれを見たら自分1位やんと思ってはずって思ってこの上ない恥ずかしさやったよ早くみんな抜かしてほんと恥ずかしいから抜かしてください。うん。今日そこあんまりちょっとしかできてないんでわかんない今日ドボンは。 朝しかちょっと見てなかったけど朝の段階ではまだ全然1位でしたら早く抜かしてください <laughs> うん恥ずかってびっくりしたなんか普通になんかね3位とかならまあまあいいんだけど1位はちょっと笑っちゃうから早く抜かしてください <laughs> うんお願いしますであのー、まだ1か月間あるんですけどお締めイベントまあ50位以内には入りたいな 無理いけると思うんだけどダメかなうんいやめっちゃうまかった多分ランだけじゃない自分のランキングで1位なの <laughs> びっくりしたよ <laughs> どなげランやってたんやろうマジでほんまにショールーム終わってから十0時マジで一生やってたもう一瞬メール打つ時だけやってないだけでそれ以外ずっとやってた <laughs> うんまあということでまあ結局はドボーンね みんなで頑張ろうっていうことです。約束。ランカーって何うん。ほんと。抜かしてください。とっとと抜かしてください。<laughs> 何のことを <laughs>。うん。2位に50万ポイント。やばめちゃめちゃダントツじゃん、 面白すぎる、うん、そうドボンね「あっこの人すごいいっぱいやってくれてる」とか見て嬉しいなって思って見てます、うんそう。自分のランキング100位までわかるんですけど。 あなんかね昨日ね77自分のランキング七770位ぐらいにひななさんがいた <laughs> うんななさんがいたびっくりしたこれさ毎月でやるのかなあの押し目ランキングで毎月やっていくのかなどうなんだう,うん。 まあ皆さんちょっとあ今時間10分あるなとか思ったらぜひやってくださいねうんうんちょっとショールーム終わったらツイートしようかな、まあ、まだ写真撮ってないんだけどいい写真が撮れたらツイートするんでその時はみんな。 反応しろよなランちゃんのカード前のだったんやてうんあなんか新しいカード出てるよねまだガチャってないんだよなうんハートたまったらやってるありがとうハート <laughs> こんばんはこんばんはランちゃんの 必勝法を教え必勝法何ドボンでってことないだろ。う <laughs> んだろあれ、肝心な。うん。だってさ、え、ドボンあるあるなんやけど、あのカード、自分の手札にカード来た時にさ、なんか、かあのトランプのカードがね、13、12、11とか。 の時さううと思う <laughs> でもなんかドボンが「まあ、う」のみたいなルールなんだけどその多いさ数字があるとさ、まあ、不利なわけよかそれに手札回ってきた時にさ「131312110」13とかって <laughs>「ってなるよねあるあるやってる人ならわかるようわと思うよね <laughs> しかもあイ8あるって思って八のカードはねあのすごい一番強いのよいつでも出せるからだから取っておきたいんだけど自分の順番ってきた時にその8しか出せない状況とかにもう泣きながら出すもん「8!」ってっ、ね、て <laughs> うんうんこんばんはこんばんは。こんばんは 10が4枚来た辛っ <laughs> えっうん <laughs> 全部自分が10持ってるやばだ逆にさなんかなんか88が2つとかってさなんか12とかやったらめっちゃ「う」ってならへんうん最近8出すとドボンさえいや嫌なやつだなうん ネイル全然いってない最近爪がねすごい割れるんだよな伸ばしてんのにね割れるからねなかなか短いんですよね爪がなんかネイル全然いけてないすごい割れちゃうの最近、うん、実に…なんだっけなんだっけセリフ実に面白いだけ 福山マサワルさんです。なんなん時？い時めちゃなハマってやってたじ面白いか。実に面白い。あれなのあれやったやろ。そのワードしか知らんかったんけど。ガリレオ。うんそうなんだ。うん。テレテテテれハテレテテテレ。ハテレテテ

チームケンのリセット公演が8人バージョンで再開するんですそのメンバー出ました、ね、見たんた多分今日ねそのメンバーが5時ぐらいにあのなんかショールームでやってたと思うんですけどあのランはねあのは6日には出ないです。あでもあのち出るのでまたその時にぜひ見てください。<laughs> そうねまあいい感じにメンバー分散されてると思うのでぜひうん選ばれたとそのもう分かんないけど <laughs> うん焦らないで焦ってないようん普通にあれ別に選抜とかじゃないから普通にあ <laughs> うん 普通に多分いい感じに分けてるだけなんでうんなんで次ねまあそのうち出ると思うんでその時見てください、うん、確かにそうねユニットがね多分だから確かにそうねユニットもなんか多分ね そうなることをやろうと思うのでふふあっちだと振りも変わるかなじゃないうん そうあのそうランたちはあの、やってないんでちょっと分かんないまだうん変わると思うランて普通に V でやるからまだ V 見てないうん雰囲気出てるでしょねねでもさなんか最近もう8人公演は8人。 が定番になってるからなんかさねなんかあのだかオンデマンド入ってるんですけどオンデマンドですごいもうね昔のオンデマンドって大体1ヶ月なんですけど見れるの公演,公演終わってから1ヶ月なんですけどあの普通に1年前2年前のとかもすごい昔のやつとかも違うあれで見れるってで普通に暇な時とかに昔のチーム K の公演とか見たりするんですけど「人おって思うめっちゃ <laughs>。 めっちゃ多って思うからなんか今八人で慣れてるからすっごい多く感じそう多分ねね人数またね戻れたらいいけど戻った時めっちゃ多く感じそううんすごいマジで多かったびっくりする多分オンデマンド入ってる人ね見てみてあの昔の見てるから何年前のやつとかとか あちなみにランのね去年の生誕とかもねあ出てたよからぜひ見てください入ってる人うんめっちゃ人多いからびっくりするよマジで <laughs>、うん、そうだから8人だと正直なんかまあそこまではポジションの差はそこまでないんだけど、まあ、あるっちゃあるけどまあでも ね、8人だから、まあ、どこにいてもわりかし全然見えるからあれなんですけどそう16人とかだとやっぱね後ろと前はやっぱだいぶ感覚的には違うからまあその利点もあるっちゃあるけどね8人も8人で見やすいっていうのはねメンバー一人一人が見やすいっていうのもあるけどうんめっちゃびっくりしたもうぎゅうぎゅうでびっくりしたうん それやっぱねコールもやっぱ欲しいなって思うなんかさコールの音源とか流せないのかな,なんか <laughs>、うん、いや今までのさなんか「えだダメなのえできそうじゃない?」ちょっと <laughs> 今パッて思い浮かんだけどそう今ね AKB 劇場あのコールがダメなんですよあのうちらとかペンライトペン,ペンライトいいっけないいんですけどコールがねあの声出してダメでそう だからねやっぱねどうしてもね静かなっちゃうんですよ、まあ、その分メンバーはね頑張って MC とか盛り上がるようにしてるんですけどえ確かにミックス音源とかさ流せないのかそうだからねミックスとかもないんですよほんとに悲しいもう自分で言ってるもん心の中でいつもうんそうタイガーファイヤーとかないのよ言えないからねうんあでも確かにそうだ明日からお客さん増えるんですよそう今ね この10月いっぱいまでは91人かなだったんですけど明日からね125人に増えるんですよ半分以上ん違うちょうど半分だ半分店員もともとが250なんで AKB の劇場やったなんかまただいぶ多く感じそう125は楽しみですねいやーもう本当に音源流してほしいミックスの うんそうまあそんな感じで明日はお客さん増えた公演第1弾の明日は僕の夏のね二眼公演なんですけど14時とん14時と18時の開演の肉公演ですハータンと岡田の生誕祭でございます嬉しい明日はドラさんの2人の生誕でございます 楽しみうんラハートと僕のやつ一緒に出るの初めてかも岡田も初めてかな岡田もあどっちとも初めてかも僕のやつ一緒に出るのその格好で出るの出ちゃおうんいまだに再会後一度待たらなきゃ頑張ってねあー頑張るねおんでも入ってんのかな入ってたら。 見てね明日たあんま映んないかもしれないけどまあ、自己紹介とかさすがに映ると思うんでうん見てねあ岡田一緒出たっけあれ出たっけインク一緒にやったっけなあやっ,えやったやったやったわんやったっけな覚えてない <laughs> やったんけやったって ハーたンはやってない <laughs> あーめっちゃ思い出した今自己紹介で自己紹介で自分の番待ってる時に左向いて岡田と目合ったの思い出した今一緒だったわ <laughs> ごめん岡田ハーたンは初めてだねハーたン と僕の夏一緒に出るの初めてなのであんた誰のとこなんだろうまあいっぱい目を合わせようと思います <laughs> うんオカリナの足の間からひょっこりしうんビッチと呼ばれてんとかねうんそっかあれ岡田の足やったんか <laughs> うん 明日ドラさんは3人かなうん。イイいや、でか、普通に2回公演が僕らずに限らず、二回公演自体がめちゃめちゃ久しぶりだから、楽しみ。二回公演好きなんですよね、なぜかって。うん、あの、1回目と2回目の間の時間が楽しいから。<laughs> うん 明日は初めての先輩いるかなあ、いるいますいます。ゆかるんさん。いますよね、明日。佐々木ゆかりさんあ。初めてなんですよね、一緒に公演出るの。楽しみです、すごい。だから。明日、そう、ゆかるんさん同じなんですよ。だけかなだったはず。ちょっと見ますね、今。明日のメンバーは。 えー、岡田里奈小林蘭安田か奈岩立さほ斎藤春菜佐々木ゆかり谷口めクロ、えー、黒澤春夏さんですねそうだねゆかるんさんかな初めて初めて楽しみお写真撮ってもらおう、うん ハピネスそう本当にもう僕夏はすごい初めての先輩多分5人ぐらい初め,初めての人も一緒に出たからすごいねワクワクします毎度、うん、まあねチーム違うからやそうねそうで僕夏も結構出てるメンバーが多いんで AKB の中でも。

暗いとりあえずこれでいいかスクショタイムどんなポーズにしようそういやそうよな意外とねもう53分なんだよもう終わるからスクショタイムするいいメイクでしょ 怖いね本当にたあ見てこれランの横顔ほら <laughs> ランの横顔が映ってる <laughs> えなねっか影だとめっちゃ鼻高く映ってんだけどやったえ影めっちゃ鼻高くない嬉しい <laughs> えっほらえっめっちゃ鼻高くない何いいじゃん怖いなんか今さ急にプリンター稼働してんけど一瞬怖いやだやだ聞こえたかね今めっちゃプリンター急に稼働してんけど怖いやだやめて。 うんちょっとボケないこのポーズ。<laughs> <laughs> こんな感じ いいやいや分かんなかった <laughs> はいそっかいね口閉じてるように書いてるからね笑うとおかしくなるんよなんかちょっと <laughs> <laughs> ハートバツ× 明日このメイクしたらさメイクさんに止められるんかな <laughs> 真っ暗バージョン今日結構ね赤目にしたんだよ目の下怖くない <laughs> いや合わん合わん <laughs> 合わないピースが人食べてきたさっき昼に、うん、ウーバーイーツで人頼んで食べたさっきあんまり味しくなかったようん じゃあということでえっとランキングを見たいと思いますうんあ <laughs> 画面をねランキングの画面にするとね自分の携帯の画面が暗くなっちゃうから暗くなっちゃう多分ね言ってることわかんないと思うけどちょっと今はねライトつけてうんはい ではランキングを読みたいと思いますはいえっと13位「かっちゃん」「ハッシュタグドラさん,しん」かね、さんしか勝たんきょんです12位「うきょう」「ドラさん」しかりならん明日岡田の生誕だね11位「春グドラさん」しか勝たんきょんです 10位トッシーとランちゃんしかかたんです9位シンあとブンちゃんとランハミあとカオハミさんあっハッピーハロウィンってみんなに言おうと思ってたのにおしえてたかっちゃんハッピーハロウィンうきょうさんハッピーハロウィンい…んはるなちゃんハッピーハロウィントッシーさんハッピーハロウィンとシンさんハッピーハロウィン8位エデンアッランハミドラさんしかがたん ハッピーハロウィン。7位、カモンさん。ハッピーハロウィン。6位、カッツンあとドラさんしか勝たん。ハッピーハロウィン。5位、ウーパールーパー、ハッシュタグドラさんしか勝たん。ハッピーハロウィン。4位、ウルクル、ハッシュタグ、俺様しか勝たん。<laughs> ハッピーハロウィン。3位、あーちゃん。ハッピーハロウィン。2位、キョン、ハッシュタグドラさんしか勝たん。ハッピーハロウィン。 1位プースケさん。ハッピーハロウィーンありがとうございます <laughs> テンション高いね。ということで、うん。ラッキーランちゃんあ、もうね、ラッキーランちゃんしようと思す画面真っ暗になっちゃう、ね、はい。今日はあなた。42位の。 半額あときなちゃんです。おめでとうございます。えこわこ桜ありがとうございます。お疲れ様でしたばさ。イエイ。 あ最近「お疲れ様朝多々さ朝たばさ」って劇場のスタッフさんに言ってないわ忘れてた明日言おう, <laughs> そういつもねあの劇場のあのスタッフさんであのじゃあ好きなスタッフさんがいるんですけど優しくてねうんであのその人がいる時はいつも 公演が終わって楽屋戻るときに、いつもね、楽屋側にいることが多いんですよ。お疲れ様、スタバサですってね。いや、別に決まりってからなんか勝手に言い始めただけなんですけど <laughs>、いつもね、よく言ってたんですよ。最近言うの忘れてた。明日、いたら言おう、その人。<laughs> イェイ。ということで、頭何ついてるのカチューシャね、でも見えなかったよね、ごめんね。見えるあ、ちょっとよくないこの感じ。 撮っていいよ写真なんかあれみたい惑星ループみんな知ってるかななんか YouTube で踊ってみたってやつで流行ってたかな曲なんですけどそれのねサムネイルの画像がこういう感じなんですよ惑星ループのすごいそれみたい <laughs> えちょっとさラム自分のスクショしとく惑星ループっぽいから。 <laughs> はいということで4297人ありがとうございましたルル <laughs> ちょっと歌えないけど <laughs> じゃあハッピーハロウィンでございましたうん終わったらちょっと写真撮っていいの撮れたら。 あの、ツイッター、まあ、メールは絶対送るんですけどいい感じで撮れたツイッターもあげようと思うので皆さんいいねしてくださいねお願いしますじゃあ終わりますうん明日僕夏公演2回公演出ます、えー、14時と18時開演でございます ぜひ見てください。来てくれる方はぜひ一緒に楽しみましょう。ということでありがとうございました。ハッピーハロウィン。イェイまたね